東京都の森です。奥多摩のあの辺です。東京にも水がなきゃ困ります。それ特に森の水がいい土の中に少しずつ出てくるんですよね。そして湧き水になっちゃうんです。小川になる。これは日本の一番の資源じゃないですか。森から出る水。日本語に雑木という言葉がありますけど、僕はあの言葉あまり好きじゃないんです。あの僕は雑じゃないでしょう、まあ、この木はかわいそうですね。本当はこの木はすごくいい栗をいっぱい作ってくれたんですよ。本当に美味しい栗をいっぱい作ってくれたけど、クマさんが来て枝を折ったり上まで行ってと全部食べられちゃったんです。じゃあこれはどういう意味かと、クマが憎らしいか、そうでもないんですね。やっぱりこの森は非常に荒らされた。それで僕たちは少しずつ手入れ始めたんですよね。そこで木が喜んでいい実を出してくれた。じゃあ森の値打ちですか？ Forest Value は何でしょう？材木だけじゃないですね。水だけじゃないんです。山菜、キノコ、いろいろ、たくさん。そしてそこに住んでる動物たちは存在していいじゃないですか。クマがいなかったらどれほど森が寂しがるか。クマが来れる林は雑木じゃないんです。貴重な林です。ここには無数の生き物が存在してます。我々はこういうクマザソ全部切りません。時々残す。我々は時々何も手入れしない。自然はどうしてくれるか、何してほしいか。時々我々は木を間引きます。時々木を植えます。いつも森の都合を聞きながら楽しく話してどうしようか。本当はね、クマさんと話したいんです。僕はこんな乱暴に取らないでくれと言いたいんですけど、どうも言うこと聞かないかもしれませんね。可能性のいっぱいある森を育ちたい。しかし私が英国やカナダで
終えた知識が日本で使おうとすると失敗がたくさんあると思います。だからどうしても先輩が必要だったんですよね、日本人の先輩。それを紹介します。松木さんどうぞ。どうぞ。実はこれも植えましたね。これ白樺なんだけどね、うん、まあ、あのよく白樺が値打ちがないと言うんですけど、パルプの材にはいいんですね。いいね、成功ですね。しかし僕たちはパルプのためには植えてないんです、英語で言うとこれはナーシングトリー、看護婦になる木。この木は早く育ちます。そして栄養を地面に返すし、他の木を守るんですよね。だからもうこれも植えたけど、これだけじゃないんですね、白樺と、ええ、あの土地によってね、白樺のいい柄って白樺だけは全部植えるわけにはいかない、ね、その土地、適地適作という言葉がある通りね、うん、あのキワダを植えたり、ケヤギも植えたり、ドングリも植えます、うん、桜も植えています、うん、いろいろなものをまあ植えてるんですけどね、うん、だから森を美しく健康的にするためにいろんなことをやらなくちゃいけないんですよね。あのその場所場所によって、うん、あのいろんな木を育てて、あの、うん、いるんですけどね。こうブナも植えてますけどね、うん、ブナも、うん、あんまり大きいのを植えるとやっぱり雪とかいろんなものもでね、曲げちゃうんだよね、うん、だから小さいうちから雪にならせていくと、こういう小さい木ほど育ちがいい。なるほどね、うん、実になるようなものはブナだけじゃ じゃないでしょ。桜の実がなるしね、キワダなんかはねとても、うん、あのミツバチの蜜取れることもあるしね、はい、皮はあの胃の薬とか染料なんかになったりね、はいはい、いろんなになります。キワダもそっと浮いてあります、うん、やっぱあのキワダはあのいや、いやちっていうかね、湿地帯のところを好むから、はい、そういうところで僕たちの森の中にも杉の植林がしてあったんです、25年くらい前に。でも手入れが悪いからこうなっちゃったんですよね。松木さんどうしよう、ね、根曲がり、今手入れ悪い、悪かった、困っちゃうんだね、悪かったんだけどね、うん、だからこうある程度太くなればある程度また伸びるけどね、はい、伸びるけども、まあ、みんな切ってしまったんじゃ空っぽになっちゃうから、いや切りたくないです、うん、ちょっと利用する時があったらね、うん、根曲がりは根曲がりでまた利用することもあるんだよね。それもありますよね、うん、これちょっと丈夫になってこれは切ったりなんかするとこにはいいんだよね。ねえ、屋根のところとかいろんな、はい、まあ面白い形になりますけど、こうなっちゃったんですね。だからもう少しね手入れよくしてくれればこうならないんだけどね。あ、普通はこういう木を売ろうと思ったらあんまり売れないんですさ。ね、まあ初心価値はゼロでしょうね。うん、ええ、でも使い道あるんじゃないかな。まあなんか昔の人からこういう曲がりをね張り切りしたりいろいろ、まあ杉は張り切りにはならなかったけど、ええ、でもね、まあいろいろ使えたんだよね。うん、ええ、すごい藪だったでしょ。すごい藪、うん、ね、ええ、めちゃくちゃだったんだけどね。うん、ある程度こう、これでもまだある程度太くなればね、まだずっと伸びますよ。はい、はい、伸びてくる、うん、でまっすぐにはならないけどね。だからこの育ちのいい健康的なその野望に負けなかったのはこういう根っこがね、うん、根からまっすぐに、アイノンスがね、はい、まっすぐになったんだけど、何しろ放置しちゃったからこうなっちゃったね、うん、カラマツも随分あるんだけど、カラマツなんていうのは大体において根曲がりなんかあんまりできちゃいけないんだけどね、うん、やっぱり放置しちゃったから。カラマツの下であんまりいろんなものは出てこないと聞いてますけど、そうでしょ。いや、カラマツの木の人は割合に出るんだけどね、この杉の木の方が日光を遮られちゃうからね、はい、どうしても出ないんです、ね、美味しかったね、椎茸ね。椎茸、これ、間伐材を利用してね、しいたけ植えたり、はい、なめことか、はい、栗たけ、うん、キリカオスにもね、みんな落ち込んだんだよ、はい、今年は相当出た、出ましたね、出たじゃ始末にならないほど出ちゃったんでね、うん、結構人さんもねちょっといただかれちゃったけどね、はい、僕はもう日本に初めて来た時に感動したよ、うん、なぜかと
あの僕が子供の時の英国では、ええ、マッシュルームしか食べなかったんですよ。いろんなキノコを食べないの。どうして？知らないからでしょうね。毒だと思ったのかな。そう。でもこんな美味しいものがね、森からいただけるって。まあ、自然の恵みっていうことかな。うん。ね、まあ、いろこれからもまたいろんなキノコね、だんだん増やして、はい、こんな人にもまた利用してもらおうと思って、ね。とにかく間伐した木は無駄にはなりません。全然無駄しない。ない。薪にするし、炭にするしね。うん、キノコにするし。キノコも。僕は文化がどこで始まるのかなと、木を切ってから文化が始まるとよく言うんですよね。切ってあって、切ってじゃね。それ切ると本になりますね。うんうん、あ、それで木が本物になるでも多分文明は炭から始まるんじゃないかな。炭がなければ鉄とかそういうものはできなかったんですよね。あ、そうそう。ね、ただ炭焼きってすごく古いでしょ。古いね。古いでしょ。何千年も。何千年はどうかしんだけど古いんだろうね、うん、ずっと大昔からの高い山にもこういう窯の跡があるからね、うん、ありますね、うん、この窯だって、まあ、すごく古かったんですけど、我々作り直したから。そうだね、うん、まあ、7、80年以上前だと思うけどね。ね、うん、どうですかもう、ね、あと少しで今日こういう窯になったんだけどね、うん、随分もう赤くなってきたんだよね、うん、もうすぐ出せるんだけどね。あったかいな。じゃあもう少し、そう、寒い時は、うん、鎌田氏が一番いいんだ。そうですね。ここあったかい。いや、炭は本当はみんなの生活の一部だったんですよね、日本で。そうだね。考えてみたら。それから薪、まあ、僕の家は全部薪ですけど、薪と炭で、炭を使うと他の燃料を使わなくて済むでしょ。こういう昔の、あの文化、炭焼きは日本の、あの森を、あの、の中のもう昔からあるんですよね。だから炭を焼いてるから森を破壊してるんじゃなくて、本当は反対ですよね。反対、うん、炭だから炭焼きしてしたね。昔の人はちゃんと墓樹林っていうかね、墓樹というもの、うん、はい、ポツポツの今日もおじいちゃん、ね、ばあちゃん木を残す、ポツポツに残しちゃったね、うん、それは森林を守ったし、あの土砂崩れとかね、そういうものを防ぐように残したもんだね、うん、今の人はもう合理的で全部切って捨て根にして、あとはどうなるか自然に任せて、やぶぼうぼう、地滑りが起こす保水力はなくなるね、はい、いろいろやってみて、本当はああいうやり方は本当はまずい話だね。そうですね。だから僕はいつも言ってますけど、原生林がもうごくわずかしか残ってないから、それを触らないでくれと。そうですね。研究はいいんです、うん、楽しんでいいけど、生態系は変えないでくれ、うん、その後はあのやっぱり人間が手入れなくちゃいけないけど、森の都合も考えてほしいと皆さんに言ってますね、うん、だからね、こうちょっとこう野望を買って綺麗になってね、皆さん来て綺麗だ綺麗だって言ってるんだけどね、本当はまだまだこれ綺麗じゃないんですよ、はいはい、森じゃない、林じゃない、この中からね、こんな小さい木が育って、うん、それで太い木は人間が利用して、またその小さい木が育つと、いつも緑を保ち、保水量を保ちね、自然景観を保って、それで共存して生きていかなくちゃ、これ一番まずいことなんだね。そうだな、ただ僕はここから座って山が見えるんですけどね、まだらう山だけど、もうひどく荒らされたな、うん、これは人間の都合でもなく、自然の都合でもなく、金と機械の都合で山を伐採してるんですよね。そうだね、だから向こうに見える山なんかだって ね、今日なんか特にね、雪降ったからさ、その林のとこは黒いけど、木のないとこ真っ白になっちゃってね。そう、うん、何年も、ね、何年もそう、う
育たないね、なかなか。何年も何年も、まあ30年はダメだね。あそこでよく僕は山鳥を取りに行ったんですよ。山鳥もお酒もね、よく行った。今もう行ったって何もいない、はい、原っぱだ、ね、だからその原っぱにしないようにね、うん、緑保って、動物も、昆虫もね、小鳥やいろんなものと一緒に生活できれば、これ一番楽しいんじゃないかと思うのね、うん。僕はよく聞かれます。なぜ日本に住んでますか。そして僕はこう答えるんですよ。北に流氷がある。南に珊瑚礁がある。その国はありますか、他に。それから海もある、高い山もある。そこに住んでる、溢れてる自然が大好きです。その自然が作った文化と人間、つまり日本人ですね、僕は大好きです。じゃあ黒姫はどうしてとよく聞かれるんですけど、僕はやっぱり雪も好きですよ。雪国も好きです。じゃあどうして森を育たなければならない、どうして森にそんな愛情が入っちゃったかという、まあ私は初めてこの辺に来た時に大雪がありました。ものすごい雪があったんです。その春が来た時に雪が固まって、寒じきが入ってなくても雪の上で自由に歩けたんです、森の中で。そして漁師と一緒に一日山歩きました。その時に熊4頭見ましたよ。足跡は、熊の足跡は7頭。まあ8時間の間、すごく天気が良くて、シジュカラの鳴き声があって、小さな小川が流れて、その小川の横で焚き火を焚いて、おむすびを食べて、森の話をしました。周りに大木があった、原生林だったんですよね。次の年僕は行ったら木はないんです。全部伐採されたんです。熊は漁師に殺されてるんじゃなくてね、餌場がないから里に降りて罠に取られて射殺されてます。僕はもう深くショックを受けました。いろんな原稿を書いた、いろんな公園で愚痴を言いました。それから日本中から森が泣いてます、森助けてくれという手紙が日本人の皆さんから来たんですよ。それ僕はどうして僕が言わなくちゃいけないのと、いやとにかくニコル言ってくれと、僕はもう何年も言い続けました。結果はいろいろありました。一つは僕の本が売れるようになったんです。僕はテレビに出るようになったんです。つまり森の苦しみで僕は儲けたんです。それは私はたまらなかった。ここは僕の土地です。僕の
森です。しかしこれは日本人の皆さんの国です。僕の娘は日本人です。僕は美しいものを残したい。愚痴だけじゃなくて森に愛情を返して、なんか言葉だけじゃなくてなんかやってみたいと思ったんです。そして林をこうやって見て、松木さんのような素晴らしい先輩と歩いたりお茶飲んだりいろんな植物を見たりするとね、また森が僕にいろんなものをくれるんです。ライフスタイル、生活のパターンがまた豊かになりました。心も柔らかくなったんです。もう前ほど強いギーンと赤鬼みたいな愚痴は言えなくなったんです。いろいろあるんじゃないですか。一斉林は必ずしもダメじゃないんです。場所によって一斉林もいいです。原生林は少ないけど残してくれと、こういうね、荒らされた森の育て方はいろいろあるんじゃないですか。一つ一つの植物、動物に何か生きる理由があるから、それも見ようじゃないか。でも僕は日本人に忘れてほしくないんです。日本の生活、日本の文化、日本の心には奥深い森と歴史があります。その森と歴史を忘れたら、日本全体の生態を変えたりすると日本の文化が滅びる。それを忘れてほしくないんです。黒姫の赤鬼、よろしく。